ショートオクターブは初期の鍵盤楽器において低音域を拡張するために変則的に鍵に音を割り当てる方法である。この項目では類似の方法である分割オクターブも合わせて扱う。ショートオクターブの一般的な方法の一つである C、E のショートオクターブでは鍵盤の最低音の鍵は鍵盤の並び上は E いいだが実際に発する音は C に調律される。同様に F の鍵は D に、G の鍵は E に調律される。この結果、鍵盤の最低音部では EFGFGABC とそうすることで、波長調の音階 CDEFGABC が鳴ることになる。この方法を用いる背景には、初期音楽では最低音域は基本的に和音の混音を鳴らしており、F や G はほとんど用いられていなかったということがある。それに対して、 C や D は頻繁に用いられる和音の根音であり、最低音域を鍵盤の見た目通りに調律してしまうことで、低い C や D が鳴らせないことは大きな損失であった。また、G、B のショートオークターブは BC、D、C、D、E、F、G とそうすることで、都庁長の音階、G、A、B、C、D、E、F、G が鳴るものである。ここでは、ほとんど用いられない C と D の鍵を犠牲にして、 重要度の高い G と A を得ている。ショートオクターブが用いられたのは、本来は経済的な理由からであると考えられるが、ショートオクターブは左手で非常に広い音程の和音を弾くことを可能にするという利点もある。そのためショートオクターブが一般的であった時代の鍵盤楽器音楽作品の中には通常の鍵盤で演奏することが困難な広い。 音程の和音を弾くことを要求するものも見られる。チェンバロのような弦楽器では、ショートオクターブは欠点もあった。すなわち、鍵盤の見かけ上の音よりも低い音高を鳴らすため、張れる弦の長さが良好な音質を得るには短すぎることである。音高を下げるには、弦を太くするか、緩く張らねばならない。17世紀、18世紀には、楽器自体の大きさ、 そして低音域が次第に拡大し、ショートオクターブを用いずに見た目通りの鍵を引いて、必要なバス音がすべて得られるに至る。オルガンでは、ショートオクターブを用いても、音質上の問題は起きない。しかし、派生音の使用が制限されるため、オルガンでも、最終的にショートオクターブは放棄された。分割オクターブは、鍵を分割することで、音の数を増やした。 ショートオクターブの編集である。分割された鍵の全部分と5部分は別々のレバーを操作することで別の音を鳴らすようになっている。例えば次のような場合がある。EFFGGA の鍵のうち F と G の鍵は前後に分割されている。ここで E の鍵は C を F 鍵の全部分は D、5部分は F、G 鍵の全部分は E。 5部分は G を鳴らすように設定される。このことで EFGFFGGA とそうすることで CDEFFGGA と鳴らすことができる。この方式を用いると低音部の半音階の中で C と D 以外はすべて鳴らすことができる。最低音を G にする類似の設定も存在する。トレバー・ピノックによればショートオクターブは16世紀の楽器に特徴的であり、 17世紀後半に低音域に臨時音がより多く用いられるようになると分割オクターブがしばしば用いられたという。ありがとうございます。